今家で暇してる方、とりあえずこれ見ときゃ大丈夫です。よいアクション、起きた遊戯です。おなさす。ということで今日はですね、以前からリクエストいくつかいただいておりました Amazon プライムでおすすめの映画というのを紹介していきたいと思います。邦画5本、洋画5本の合計10本を紹介していきたいと思いますので、ぜひ映画選びの参考にしていただければなと思います。それでは行ってまいる。アフタースクール、これめっちゃおもろいっす。どんでん返し映画ってね、あんまりどんでん返し映画ですよって紹介しない方がいいなんて言われるんですよ。まあ僕もそう思うんですけれども、やっぱり今のこの情報社会ね、何の前情報もなしにその映画を見るっていうことはなかなかないじゃないですか。やっぱどこかしらからね、情報が入ってどんでん返しだと思って見ているっていう人も多いと思うんですよ。ただこの映画はですね、どんでん返しと分かってみてもう十分騙される作品なんですよね。だからあえて言わせてもらいます。この映画どんでん返し映画です。北沢という貧乏探偵と神野という中学教師、このデコボココンビがですね、消えた同級生木村を探すために奮闘するというコメディ作品なんですけど、監督は内田健二という監督でして、運命じゃない人という作品でカンヌ4冠を達成したすごい監督さんなんですけど、内田健二映画の中で最高傑作と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。このアフタースクール、あらすじはね、あんまり言いません。これもシンプルにただ見てほしい。もう、えげつない脚本力。これも運命じゃない人もめちゃくちゃ面白いんですけど、このアフタースクールの脚本のね、凄さったら、まあ、緻密で巧妙なんですよ。見終わった後、どれが伏線だったんと、あのシーンさえも、完成したパズルを見て初めて、うわ、このシーンさえもこのパズルのピースの一つだったのだと。いや本当にね、面白いですから、ぜひ皆さんアフタースクール見てみてください。恋は雨上がりのように。さあこちらの作品もですね、主演大泉洋さん、そしてヒロインに小松菜奈さんを迎えるという作品なんですけれども、大泉洋作品2連発になっちゃったんですけど、恋は雨上がりのように、この映画結構有名なので知ってる方も多いかなとは思うんですけど、これめっちゃおもろいよね。で僕あんまりね、青春キラキラスイート映画っていうのも見ないんですよ。あんまり見ない分、いわゆる他の恋愛映画とは少し違うところが、小松菜奈さん演じる女子高生がですね、まあ、陸上競技においてホープと言われているような、まあすごい選手なんですけど、彼女故障してしまいまして、怪我を治す療養期間の時に始めたバイト先の店長に恋をしてしまうんですよね。この店長が大泉洋さん演じる店長なんですけれども、年の差恋愛っていうのを描いた作品なんですよ。ただね、やっぱ年の差恋愛っていうのはやっぱりこの年上である人は大人っぽさとか気品であったりとか、大人でかっこいい人っていうイメージがあるじゃないですか。ただこの大泉洋さん演じる店長はもうめちゃめちゃおっさんなんですよ。バイト席の人たちにもなんならちょっと疎まれてるぐらいおっさんで、なのにもかかわらずある女子高生に恋をされると。このね、二人の関係性っていうのが奇妙で愛おしいんですよね。で、この年の瀬恋愛を描いた作品ではあるんですけど、メインはここではなくて、この恋を通じてね、女子高生が垂らされている苦難、故障してしまっている今の自分、今後どうしていけばいいのかという、いわゆる思春期のね、悩ましい難しい時期っていうのと、大泉洋さんも昔捨てた小説家の夢っていうのも、この恋を通じて再熱してくると。この恋愛を通じてお互いがお互い、あれ自分のやりたいことってどうだったっけと、自分の人生を毎日見つめ直すきっかけになるっていうような作品なんですよね。めちゃめちゃおすすめです。この映画ぜひ見てみてください。100円の恋。これもう今回紹介する映画の中で僕が一番好きな映画なんですけど、安藤サクラさん主演の作品でございまして、この作品で安藤サクラさんはアカデミー賞主演女優賞を獲得した映画なんですけども、主人公のいちこという女性はですね、まあ自堕落なニート生活を送ってるわけですよ。つまりわいだらしなくてね、もう堕落した人生っていうのを送ってるんですけど、近くの100均でバイトを始めるんですよ。このバイト先にやってくるあるボクサーに恋をしてしまって、このボクサーとの恋っていうのを通じて自分の運命が少しずつ変わっていくんですけど、和製版ロッキーなんて言われているこの映画、ロッキーよりも
泥臭いっす。何よりもやっぱり安藤サクラさんの役作りっていうのがすごくて、やっぱ前半ね、このイチコの自堕落な生活っていうのを表現するために体型もブヨブヨで、髪とかもボッサボサ、見るに耐えないぐらいザ・ニートな見た目をしてるんですけど、そっからですね、彼女はあるきっかけでボクシングを始めるんですよ。ここからのね、展開というか、ここからのストイックさっていうのがすごくて、引き締まった体と思う、アスリートの目つき、これぞ女優だなと。彼女の役者魂にすら心震わされるんですけど、僕ねこの映画一番好きなのは主題歌なんですよ。クリップハイプの108円の恋という曲が主題歌に使われているんですけど、エンドロールまでが映画っていうのはこの映画のことを言うんじゃないかと思うぐらい、この曲がね映画のラスト流れた瞬間、鳥肌えげつないっす。ボコボコにされたぐらいの衝撃があるんですよ。最初はねこのイチコの恋っていうのを応援してるんですけど、いつしか映画が進むにつれて自分に対する応援なんじゃないか、見ている人すらも鼓舞させるような力パワーを持った映画なんですよね。痛いのに痛い、最もだらしない恋愛映画と言っても過言ではないけれども、最も刺さる映画でもある。この作品ぜひアマプラ見てみてください。ラジオの時間、かの喜劇王三谷幸喜作品の初監督映画なんですけど、もともと三谷幸喜さんがやられている舞台っていうのを映画にした作品なんで、シチュエーションはほとんど変わらないんですよ。いわゆるシットコムなんですけれども、ラジオドラマっていうのを舞台にしている作品で、このラジオドラマでですね、あらゆるハプニングが起こるわけですよ。工夫してね乗り越えていこうっていう、まあ、ラジオ職員たちと俳優たちとの奮闘っていうのを描いたコメディ作品なんですけど、原点にして頂点とはこのことだなと、僕の中ではですけど三谷作品の中で一番面白いと思ってます。最高傑作だと思ってます。三谷作品によくあるね、こんなところにこんな俳優さん使うのっていう、あまりにも贅沢すぎるキャスティングっていうのを見ものなんですよね。誰が見ても面白い作品っていうのはですね、ラジオの時間が一番かなと思いますので、ぜひこの作品アマプラで見てみてください。深夜食堂、この作品はですね、ちょっとこう僕の中で変化球なんですけれども、もともとドラマがねすごく話題になった作品なんですよ。でこのドラマが映画になった作品なんですけど、まずドラマを見てほしい。深夜にしか営業していない小さな料理屋さん深夜食堂で、小林薫さん演じるマスターと、そこにやってくる訳ありのお客さんたちとのつながりっていうのを料理を通じて描いた作品なんですけど、最近ねいわゆるこうお料理もののドラマ映画って結構あるじゃないですか、まあ、いろんなね作品っていうのがあるんですけど、僕深夜食堂がね一番の飯テロドラマ飯テロ映画だなって思うんですよ。1話見た瞬間気づいたら最終話見てました。もう徹夜で見て、見終わったら大体みんな寝るでしょ、僕違うんですよ。深夜食堂を徹夜で見終わった後、明け方母さん叩き起こして卵焼き作ってくれん、何かを食べずにはいられない。でここにやってくる人たちっていうのもね、それぞれがこう傷を抱えていたり訳ありっていうのがあるんですけど、それをねマスターの料理で溶かしていくっていうストーリーもめちゃくちゃ面白いんですよ。しっかりと映画もちゃんと面白いですし、この映画はですね続編となる続深夜食堂という映画もありますので、ぜひ見てみてください。深夜食堂マジでおすすめです。ただ夜中に見るのはマジで要注意。ここからは洋画編ということで、洋画5本を紹介していきたいと思います。ウォールフラワー、ワンダー君は太陽っていう映画があるんですけど、この作品結構いろんな映画好きの方が紹介されていて、このワンダー君は太陽という作品を撮った監督がそれより以前に撮った作品なんですよ。この僕ウォールフラワーすごく好きで、カテゴリーで言うと青春映画にはなるんですけど、いわゆる青春映画っていうねキュンキュンするような恋愛であったりとか、ウェイウェイの学園生活であったりとかっていうのを描いているんではなくて、その逆キラキラの学園生活を送れない社会からちょっとはみ出してしまっている壁際の花たち、ウォールフラワーと呼ばれるような人たち、まあ、集まってそれぞれの傷を慰め合ったり舐め合ったりしている中で自分の傷とも向かい合っていくっていう作品なんですよ。このキャストがすごく豪華で、エズラ・ミラーであったりとかエマ・ワトソンであったりとかが出演していて、僕なんかがっつりウォールフラワーだったんで、青春時代ウォールフラワーっていうか、コケとか壁と壁の間にこびりついてるコケみたいな人間だったんで、学園生活はすごくね刺さるし、青春時代ってどっかやっぱり何かこう悩みってのはあったと思うんですよ皆さん。でそういったね多感なナイーブで繊細な青春時代っていうのをナイーブで繊細な映像で描いている作品なんですよね。
高校生とかの人たちにぜひ見てほしいアトミックブロンド、シャーリーズ・セロン主演のスパイ映画なんでございますけれども、冷戦時代 MI6 の諜報部員であるロレーンという女スパイが組織内にいる裏切り者を探すべくベルリンへと向かい、そこで様々な陰謀に巻き込まれていくという作品なんですけれども、女スパイ映画ってね、一昔前だと結構エロ主体というか、太ももに仕込んだ銃を男を惑わしてぶっ放すというところが結構女スパイあるあるだったりするんですけど、この映画はね全然違う、ゴリゴリの武闘派、どちゃくそかっこいいの、氷敷き詰めたキンキンの水風呂に入るっていうルーティーンがあるんですけど、もうね全てにおいてかっこいい、全てのシーンが絵になる、めちゃくちゃかっこいいんすよ。女性だからこそかっこいいと思える。ロレーンになら殺されてもいい。いや、殺されたい。ありがとうございますを断末魔に死ぬ。で、結構スパイ映画の中でも割とリアリティがあるというか、緊張感あふれる会話戦であったりとか、情報をいかに操作できるかっていう裏の戦いであったりとか、割とリアリティが近いスパイ映画にもあり、そしてアクションもすごい。ぜひ、アトミックブロンドを見てみてください。女神の見えざる手。この映画、ロビーストという職業をテーマにしている作品なんですよ。聞きなじみないっすよね、ロビースト。僕もこの映画見るまでは知らなかったんですけど、政治的に反映させたいぐらいの主張がある人に対して手助けをする人たちのことをロビーストって言うんですよ。で、その活動のことをロビー活動って言うんですけど、ロビーストをテーマにした作品なんですよね。めちゃくちゃ面白かったんですよ。全く知らない職業っていうのをテーマにしているのにもかかわらず、のめり込んじゃって、見終わった後、ウィキでロビースト調べまくって、一流ロビーストとして活躍するエリザベスという女性にですね、ライフル業界から銃の規制法案っていうのを破棄させる。銃を規制されたらうちのライフルは売れないから、この銃の規制法案っていうのをどうにか取り下げるようにやってくれないかっていう依頼が来るんですけど、このエリザベスはその依頼を断って、逆に銃の規制法案っていうのを通すっていうのをロビー活動するんですよ。銃を規制すべきか、それとも銃の規制は取りやめるべきかっていう、この2つの主張っていうのを戦っていくんですけど、すごい情報操作っていうのがすごいあるんですよ。裏でも緻密で巧妙な戦いっていうのがね繰り広げられるわけですよ。しかしこのエリザベスめちゃめちゃ切れ者で、彼女が最後まで取っていた究極の一手、これによって全てが覆ってしまうという爽快なサスペンス映画なんですよね。で、このタイトルにもなっている女神の見えざる手、意味はですね、より経済用語で神の見えざる手っていう言葉があるんですよ。それをもじって女神の見えざる手というタイトルになっていると思うんですけど、マジで見えんかった。エリザベスの手見えんかったもん。ちょっと難しいテーマなんでね、分かりづらい専門用語であったりとか、ちょっと難しくなってくる展開っていうのもあるんですけど、ただ間違いなく最後まで見れば楽しめる作品と断言できますので、女神の見えざる手、ぜひ見てみてください。交渉人。この映画はですね、Amazon プライムでは、ネガチャルチャル。っていう現代である作品なんですよ。サムエル・L・ジャクソンとケビン・スペイシーのダブル主演というあまりに豪華なキャスティングで送られているサスペンス映画なんですけど、皆さん交渉人ってわかります？いわゆる人質を取って籠城している犯人に対して言葉巧みに誘導して無傷で犯人を保護して逮捕するという会話のプロのことを言うんですけど、主人公のダニーはですね、この交渉人としての最高の人物、ありとあらゆる交渉術っていうのが頭の中に入ってて、どんな難事件でも彼がひとたび口を開いてしまえば犯人は銃を下ろして投降してしまうほどに、もう切れ者でできるやつなんですけど、ある日同僚の殺人事件の罪を着せられてしまうんですよね。もちろん彼はやっていない無罪の罪を着せられてしまったダニーはですね、怒りのままに籠城して、俺はやってない、俺はあいつを殺してないという主張をするんですよ。そう、交渉人がまさかの立てこもり事件を起こすんですよね。そんな時呼ばれたのがクリスという、これまた切れ者の交渉人。そう、交渉人 VS 交渉人の会話の戦いっていうのを描いている作品なんですよ。めちゃめちゃおもろいんですよね、これが。なんつうの、西のダニーと東のクリスみたいな。ほこたてならぬ、ほこほこよね。クリスも相当切れるやつですから、どうにかダニーを誘い出そうとするんですけど、ダニーはやっぱり交渉のプロですから、クリスがやろうとしている交渉術っていうのも全部知ってるんですよね。ちゃんと
この事件の裏真相を握っている黒幕っていうのも発覚して、え、映画としてもすごく内容もスッキリとして面白いし、やっぱ主演2人のね絵力っていうのもすごいので、ぜひ交渉に見てみてください。 Into the Sky、この映画はね、今回の企画に一番沿っているかなと思うんですけど、というのも、この Into the Sky、Amazon プライムオリジナルの映画でありまして、アマプラでしか見れない映画なんですよ。フェリシティ・ジョーンズとエディ・レッドメインのダブル主演で送られているこの作品、実話を元にした映画でありまして、気球操縦士のアメリアと気象学者のジェームズ、この二人が気球に乗って気象のデータっていうのを集めて天気を予測できるようにしようという、まあ、前人未到の偉業を成した話を映画にした作品なんですよね。この作品一番の見どころはその映像美ですよね。風船に顔くくりつけて飛ばすっていう、いかにも原始的な方法で凄まじい高さまで上がっていくわけですよ。いわゆる人類がまだ到達したことのない未知の世界っていうのを、その肌で五感で感じるという、この二人の究極の体験っていうのをですね、映画を通して自分も疑似体験できるっていう作品なんですよ。これはね、ぜひスクリーンで見てほしいんですよね。実は言うと、もちろん皆さんおそらくまあスマホとかで見ると思うんですよ、 Amazon プライム。スマホで見ても十分に伝わるこの迫力っていうのがすごいんですよね。やっぱりいろんなトラブルっていうのに巻き込まれていくわけですよ。嵐に巻き込まれて気球が壊れてしまいそうになったりとか、そういう究極のハラハラ体験っていうのもですね、この彼ら二人を通じて自分も体験できるっていう、この偉業を成した実話っていうのがまず面白いのにもかかわらず、そこに究極の映像美っていうのをトッピングした最高に贅沢で、 Amazon プライムでしか見れないのがあまりにもったいなすぎる作品なんでね、皆さんぜひ Into the Sky 見てみてください。さあ、ということでですね、今日は Amazon プライムで見れるおすすめ映画、邦画5本、洋画5本の合計10本を紹介させていただきました。他にもね、この映画紹介してくださいとかいうのもぜひ募集してるんで、見てみてください。リクエストお待ちしてますし、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。沖田祐樹でした。いや、前の投稿からね1週間が経ってしまって、この1週間の間にね、登録者数1000人を突破しまして、ありがとうございますよね。本当にありがたいですね。1週間僕何しとったかっていうと、この Amazon プライムでね見まくってました、映画ドラマを。でアマプラって結構ドラマもめっちゃ面白いんですよね。なんで今度ドラマの紹介っていうのもしていこうかなと思ってるんですけど、それもねぜひ楽しみにしていただければなと思います。髪切ったんですよ。あんまいじんなって。マジで。はずい。実家にね、ちょっと諸事情で帰ってて、ずっと行ってた美容室に、まあ、せっかく帰ったっていうことで、切らしてもらったんですけど、いいじゃん。僕いいじゃん。ちょっとね、この前髪上げスタイル。採用して。チャンネル登録もね。ぜひお願いします。本当に皆さん、あとまあグッドボタンないしコメント欄にてコメントもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。以上、泳ぎ室から沖田祐樹でした。バイバイ。